ロスピノスは1934年から2018年まで使われたメキシコの大統領の官邸。メキシコシティのチャプルテペクの中にあるラサロカルデナス大統領が1934年に初めてここに住んだ。ロスピノスという語はメキシコの大統領職のメトニミーになった。2018年以降、ロスピノスは文化的空間として使われている。 スペイン植民地時代の1550年に、ジャプルテペクに製粉所が建設され、ここで小麦とトウモロコシが粉にされた。製粉所は重要であり、後に森のデルレイと呼ばれるようになった。米国戦争で多数の死者を出した森のデルレイの戦いの名前は、この製粉所に由来する。1853年、森のデルレイは、ホセ・パブロ・マルティネス・デルリオンに売却された。 彼はカサグランデを建設し、後にランチョラ・オルミガと呼ばれるようになった。すべての資産は1865年に2万5000、メキシコペソで皇帝マクシミリアンに売却された。1867年にメキシコ第二帝政が倒れてマクシミリアンが処刑された。あと、1872年に資産はマルティネス・デルリオの元に戻った。エンリケ・ペニアニエト大統領が、 アメリカ合衆国のビル・クリントン元大統領とロスピノスで会談。ロスピノスの庭を歩くマーク・ザッカーバーグとプリシラちゃんメキシコ革命の戦乱期が終わった1917年、ベヌスティアーノ・カランサ大統領は当時の官邸だったチャプルテペク城の近くの土地を挑発して内閣の最も信頼できる人物のための住居をそこに建設した。 このためにかかった費用は886,473ペソだった。最初に住んだのは、当時国防省を務めていたアルバロ・オブレゴンだった。彼の在職期間の後は使われなくなった。1934年、ラサロ・カルデナスが大統領に就任したが、チャプルティペク城は派手すぎるとして、そこを官邸として使うことを拒絶した。代わりに提供されたのがランチョラ・オルミガだった。 カルデナス大統領は、ロスピノスと解明したが、その理由の一つは、アリという名称が、大統領官邸にふさわしくないと思われたこと。別の理由としてはカルデナスがかつて妻に対して、大統領に当選したら二人が出会った、ミチア・カンシュータ・カンバロのウェルタにちなんだ名前を、官邸につけると約束していたためであった。ロスピノスは1935年から2018年までに、 在職した14人の大統領のうち13人が住み、例外はアドルフォロペス・マテオスのみだった。2000年、ビセンテ・フォックス大統領は近くの小さな家に住み、大部分の大統領が住んだカサミゲル・ワレマンの建物は事務室他の政府機関によって使用された。ロスピノスの大統領執務室2018年、メキシコ総選挙で大統領候補だった。 アンドレスマヌエル・ロペス・オブラドールは選挙に勝利した暁にはロスピノスには住まず、ロスピノスは一般公開すると宣言した。2018年12月1日、ロペス・オブラドールが大統領に当選した日にロスピノスは一般公開された。ロペス・オブラドールは国立宮殿に官邸を戻し、現在もそこに住んでいる。ありがとうございます。